ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。瀬尾です。トリセクトです。はい、やってまいりました、エスパルス応援チャンネルエスパルス応援チャンネル、嘘やろ。はい、そうですね、ラジオイレブンではなく、はい、エスパルス応援チャンネルです。嘘、はい、やマジで、はい、乗っ取られた。脱退しようか。前回はね、サキト君がいなくて僕と瀬尾くんでミッドフィルダー編を撮ったのでね、はい、わやわや言う人がいなくて、はい、すごい、ね、気持ちよく撮れた。まあ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 、はい、いやいや、もう、ね、いや俺嫌やな、そのキャラ。はい、打ち切り派の右翼がおるんで今日。いやけどほんまに、いやいや、打ち切りっていうのはその、いやだから聞いてくれる人がおらんと思ってたから、そんな、ね、はいはい、エスパルスのフォワード編とかポジションごとのそんな移籍情報誰が聞くねんみたいな、はい、って思ってたら想像以上に多くの人が聞いてくれて、聞いてくれてね、はい、ありがとうございますよ。いやまあだからほんまにこうやってポジションごとにやるのもすごいありやなっていうのは思い始めてきて、うん、まあ別にけど応援チャンネルではないですけどね。じゃあもっとあれですかね、チャンネル登録がねこの動画で増えてくれたら、ああまあ応援チャンネル続けてもいいって感じですかね。まああとあれですね、ツイッターがね、はいはいはい、結構ツイッターね、うん、トスのサポーターとかすごいフォローしてくれて、はい、いいねリツイートしてくれるんですけど、はい、エスパルスのツイートあんまり伸びないんで、はい、うん、なるほどなるほど。だここがね僕としては伸びてくれたらまあ続けてもまあいいかなっていうツイッター担当大臣ですからね、さきとくんは。ツイッターが伸びてくれたらね、はい、はい、ぜひツイッターでいろいろ話したいですもんね、サポーターの方と。いやそうですね、だからツイッターで企画とかそういう募集みたいな、いろいろコメントとか拾ってそれを動画でやるみたいなのもやっていきたいんで、うんうん、だからぜひツイッターの方もね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい。まあ、というわけで今日はねディフェンス編なんですけど、はい、やっぱエスパルスね本当に情報が出ないね、やっぱ遅い、いつもいやめちゃめちゃ不満持ってない短い時間でいろんな悪口出たでもねやっぱその情報統制というかね、すごい、はいはい、やっぱ、うんうん、情報出さないでねやって、まあ、結構遅めに発表をするんで、はい、やっぱエスパルスサポーターはねもうドキドキしてもう早くしてくれっていう人もね、うん、いると思うんですけど、はい、もうちょっとね予想もしながら、はい、まあ、話していくんで、はい、はい、ぜひお楽しみといったところでやっていきましょう。はい、聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。はい、ということで、センターバックからちょっと話していきたいんですけど、はいはい、はい、やっぱり来季、エスパルスの中心になるのは間違いなく鈴木義則選手。はい、うん、はい、まあ、昨シーズンもねキャプテンとして、戦ってくれましたけど、はい、はいはい、やっぱね彼のね怪我が痛かったね。いやそうです、怪我さえだ逆になければっていう部分ありました、うん、そうですね、結構長期離脱してしまって、うんうんうん、はい、でも彼が帰ってきてからもう確実にチームが落ち着いたというか、はい、うん、スタメンで出るようになってから、例えば彼とコンビを組んだバウド選手、イバエス選手なんかもそれぞれがこう自分の特徴を出していいプレーができるようになってたんで、はい、うん、うん、もう相方にもねいいプレーをさせてあげられるっていう、はい、うん、かなりねやっぱチームを落ち着かせてくれてたんですけど、はい、やっぱねさきとくんも言ってたんですよ、はい、J1 で戦う中でねやっぱ残留するためにとか、はい、上に行くためにはやっぱセンターバックだと。はいはいはい、うん、ちょっとその辺詳しく教えてくださいよ。いやけどやっぱりこのねその残留争いとかを結構今シーズン見てた中で、はい、逆にセンターバックさえ定まってたら、まあ、他がまあ、はいはい、まあ、なんていうんですか、定まってなくてもセンターバックさえこの選手とこの選手の組み合わせみたいなのがちゃんと定まってるだけでやっぱ結構残留できる可能性は上がるんかなっていう、う
のはすごい、だ今シーズン4クラブ降格っていう結構厳しい残留争いでしたけど、はい、そこはすごい顕著に出たなっていうのは僕は見てて感じました、ね、なるほど、はい、確かにね、やっぱ降格したチーム見るとやっぱあんまりこうシーズン通して安定してたとは言えない。そうですね、結構入れ替えながらとかっていうのが、なかなかずっとシーズン終わるまで試行錯誤が続いてたりとかっていうクラブが、降格したクラブは多いんかなっていうのを感じました。逆に言うとしっかり定めたチームはもう注意とかで早いとこね、はい、決めてたのとか、はい、まあ、セレッソとかね、あの若い2人が、うん、瀬古選手と西尾選手でやってましたけど、うん、はい、やっぱあそこが安定したっていうのもね大きかったと思いますよね。そうですね、ヨニッチ選手抜けてどうなるかと思ってましたけど、うん、若手でしっかりやってて、はい、ダンクレーもね6月ぐらいになんかサウジアラビア行きましたからね。確かに、はいはい、忘れてたね、みたいな忘れてた、行っちゃうの、はい、みたいな、うん、ありましたけど、はいはい、っていうねのもありますんで、やっぱりエスパルスとしては来季、はい、鈴木義則選手の相方をどうするかっていう問題なんですよね。はい、うん、はい、まあ、というところで、まあ、現在いるのがバウド選手、イバイス選手、タツタ選手と、はい、はい、でまあユース上がりのエリック選手とか、はいはい、来季上がる菊池選手っていう結構期待のセンターバックの選手もいるんですけど、はい、はい、どうなんですかね、バウドは契約的には残ってるんかな、2年経ちましたけど、どうなんですかね、まあ、もっと長くいるイメージはありますけどね、うん、そうですまだ2年っていうのが3年はいたでしょっていうイメージです、はい、うん、なんかね、はい、はい、ね、クラモフスキーからっていうちょっと信じられない、うん、もっと長いこといるようなイメージですけどはい、はい、だからそこを、まあ、要はバウドの枠をどうするのかってことですよね。そうですね、はい、そこを、まあ、さらに補強するのか、バウド放出で、はいはい、うん、はいはいはい、っていうのをやっぱエスパルスは考えてるんじゃないかなと思ってて、うん、はい、でまあ井林選手とかはねシーズン途中で完全移籍で獲得してるんで、もちろん来季も、ね、スカットの一人として考えてると思いますし、はい、うん、やっぱあの鈴木義之選手とコンビ組んで出た時とかは安定してましたから、はい、うん、やっぱりまあ、そのスタメンでっていうよりはやっぱりベンチメンバーとしてっていうような考え方になるのかなっていうイメージはありますけど、うん、うん、やっぱ心強い存在ではあるかなと。そうですね、はい、で辰田選手はこれね、もしかしたらオファー来る可能性もあるんですよね。おお、はいはいはい、うん、やっぱりポテンシャルありますし、はい、うん、出場機会もあんまなかったっていうので、うん、まあ、ただ彼を手放してはいけないエスパルスは、うん、なるほど、彼はね絶対に育てないといけないですよ。いやポテンシャルはね間違いないありますからね、はい、そうっすよ。どうすか瀬尾くん、辰田選手は、まあ、なんといってもサイズというか、うんうん、まあ、身長があれだけあって、はいはい、で足元もうん、ちゃんとしてるっていうだけでもなんかロマンの塊みたいな選手なんで、うんうん、そうですよね、なんならもう日本代表まで羽ばたいてほしいっていうのが多分清水サポーターの願いやとは思うんで、うん、ここからも、もう一伸び頑張ってほしいですね。はい、なんでぜひ立田選手は残ってほしいと、うん、はい、はい、でまあ要はバウド選手の枠をどう補強するか、はい、はい、まあ、もしかしたらバウド選手もう1年行くっていう可能性もありますけど、はいはいはい、まあ、そこをちょっと予想していこうかなというところで、うん、はい、あのねなんかね噂で出てたのがあのジョージア代表の、まあ、クビル・クベリア選手っていうなんかあの2メートルぐらいの選手を狙ってるみたいな誰やねんでかい、だ誰めちゃでかい何っすいやロマンはあるけどジョージア代表誰だしでけえしどっから見つけてきたんそれわかんの、だって辰田選手よりこれ 6,7 センチでかいですからね何だその スカウトもでかいでかかったらいいってもんじゃないのよ
いや、まあプレイもね、もしかしたら。はい。はい、まあ、メートル超えで検索したんか。ただね、結構すごい選手っぽくて、あのジョージア代表で、まあ、結構キャリア積んでて、普通にスタメンっていう選手で、はい、しかも、2、3年前、もうちょっと前かなに、はい、あのレスターがこのクビリクベリア選手を狙ってるっていう記事が出てて、へえ、はい、レスターが、あのレスターが、はい、あのまあ、要はマグワイアの後側みたいな感じで狙ってたんですかね。はいはい、へえ、はい、今マンチェスターユナイテッドで、うん、はい、だから当時そのクビリクベリア選手がロシアにいた頃に、はい、まあ、結構その EL とかも出てて、はい、でそれで目についてっていう感じだったらしいですよ。へえ、すごい。で、うん、当時の市場価値も20数億円みたいな。え、結構もしかしたらすごい選手を狙ってる。ちゃんと本格派のセンターは、はい、もしかしたら クビルクベリアあ、クビルクベリア、はい、はい、どうしました。いや、まあ、いや別に何もないですけど、そのちょっと覚えとこうと。いや、まあそうですね、クビルクベリアね、はい、はい、はい、もしかしたらこうめっちゃすごい選手来るかもしれないと。ええー、はい。で、まあ、あとちょっとね、普通に予想したいのは、あの、はい、バイス選手とかどうなるんかなっていう。お、京都サンガから退団はね、はい、発表されました、はい、契約満了なんで、はい、まあ、もしかしたら、ね、ここでバイス選手エスパルスっていうのもなんか似合いそうですし、うんうんうん、はい、うん、やっぱりね、来季はもうちょっと後ろからつないでいきたいと思うんですよ。はい、うん、で鈴木義之選手とバイス選手が組んだら、まあ、よりこうビルドアップがスムーズになるだろうし、はい、はい、っていうのでバイス選手ね、まあ、なんで京都が手放したのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、さっき J2 でかなりねいい活躍をしてて、うん、まあ、それが J1 ではちょっと厳しいっていう判断なのか、コスパが悪いっていう判断なのか分かんないですけど、はい、まあでも J1 でやれるでしょとは思うので、はいはいはい、はい、ちょっとねこれ期待してもいいのかなっていう、移籍金なしですし、はい、確かに、はい、まあ、あとは徳島 J2 に降格する徳島の加賀選手とか、加賀、はい、まあ、うん、あの選手はね移籍金がおそらく結構かかるんですよね。うーん、そうですね、まだ次2年目ですもんね、うん、来シーズン、うん、だ若くして結構ちゃんと移籍金払って獲得してると思うんで徳島も、はいはいはい、うん、だ移籍金はかかると思うんですけど、まあそれが払えればっていう感じですよね。そうですね、いやけど、はい、カカ選手なんかほんまに即戦力じゃないですか。うん、だって結構スピードがなんかすごいらしいですよ。そうですね、スピードあって、うん、ボール運べてキック精度もあって、うん、まあ、しなやかさもあってみたいな、はい、うんうん、結構今エスパルスにいないタイプのセンターバックじゃないですか。そうですね、はい、だちょっと期待したいですけど、どうですか瀬尾くんからしたら、やっぱ徳島に残ってほしいですか、カカは。いやー、まあね、もう1年で J1 もう1回上がってきてくれたら一番嬉しいですけど、はい、うんうん、でもやっぱ J1 で活躍するカカ選手を見てみたいっていうのはありますね。うん、はい、ちょっとねこの選手来たら結構いいディフェンスラインにはなるかなと思いますけ ど、うん、はい、まあ、あとは、ね、強いてあげるなら犬飼選手とか鹿島の、あ、お、戻ってくるとなんか絶妙な感じがしますね、うん、はい、まあでも彼はね本当に出てかないでっていう時にね鹿島行ったんで、うん、なるほど、うん、まあちょっとね、まあ、タイミングとしては別にいいんですけど、今欲しいタイミングだしいいんですけど、はい、まあ、あの時出ていかんといてくれやっていうそっちの、なるほど、そう、めちゃめちゃ中心として戦ってほしいっていう時に、はい、やっぱね引き抜かれてしまったんですけど、はい、やっぱ今鹿島で関川選手にスタメン取られて、はい、はい、っていうところで、まあ、浦和がねなんか移籍金出して取ろうとしてますけど、もしかしたらエスパルスも行くんじゃないかなっていう、なるほど、うん、
でやっぱりね外国人枠の問題もありますし、はい、うん、まあ、僕はセンターバックに1枚ね使ってはいいと思うんですけど、うん、うん、まあ、日本人で安定するっていうのには越したことはないし、はいはいはい、なんか最終的にそのディフェンスラインはセンター、キーパーディフェンスラインは日本人で固めたいっていう風にちょっと前に大隈さんが言ってたんで、大隈GMが、はいはいはい、そうなんや、うん、なんでもしかしたら日本人を狙ってるっていう可能性もありますけど、はい、まあでもなんかクビルクベリアを狙ってるっていう聞いたらなんかそんな話はどこ行ったんだっていう外国人すぎでしょ日本の要素はないな、その名前には197で外国人の中でも外国人ですね。そうそうそう、はい。でまあそしたらセンターバックは鈴木義之選手と、まあ、その相方を誰かっていうところ、はい、で井林選手、辰田選手、そして菊池選手っていうメンバーでいくんじゃないかなと。おお、うん、なるほど。だまあ言うたらこうエリック選手とかはどっかレンタルで修行行くのかなとか。はいはいはい、はい、っていう予想ですね。なるほど、はい。でサイドバックいきましょうか。はいはい、はい、もうセンターバックだけで1本取れるぐらい喋ってますねいやほんまに大丈夫これサイドバック今度にしますか。いやいやいや、行きましょう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 、頼むから行きましょう、はいサイドバックは、まあ現在はね原選手と片山選手が右左やってて、はい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 、でおそらくエウシーニョ選手は退団と、うーん、うん、が濃厚で、山原選手が来季から入るんですよね。いや大きいですね、はい、この選手がね来季キーになりそう。そうですね、ですけど、はい、まあ、あとは奥井選手と、はい、まあ、いるんですけど、まあ、僕の来季の予想は、原選手、片山選手、山原選手にプラスして、はい、左サイドバック、左利きの左サイドバックを一人補強。なるほど、はい、っていうメンバーでいくんじゃないかなと。はい、はい、でもしかしたら奥井選手はその構想からは外れるんじゃないかなっていう予想になります。いや奥井選手はいいですよね。咲人くんは結構好きな選手ですし、はい、僕もね好きですよ、あのガッツのあるプレート。うんうん、しかもね今シーズンやっぱ怪我してる選手が多かったんで、はい、一時期結構出てましたね。いや出てましたよめっちゃ、うんうん、左サイドバック、はい、ただやっぱりね僕の希望としては左サイドバックは山原選手か、はい、もしくは左利きの選手にいてほしい。なるほど。だ片山選手は左というより右で使ってほしいっていう、はい、気持ちがありますね。やっぱりこう左で推進力を持って縦に行ける力がないとやっぱチームとして幅が取れないんですよね。やっぱシーズン中もずっと言ってましたけど、はいはいはい、うん、っていうところで山原選手はそこを解決してくれたんですけど、はいはい、まあ、プラスで左利きの左サイドバックがねいてもいいんじゃないかなって思うんですけど、ほ、あのねエスパルスもどうやらそう思ってるらしいね。ああなるほど、もうだからちょっと噂とかも出てるんですか。うん、っていうのもなんかあのコルテースを狙ってるだとか、はい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 、はい、ね、元エスパルスの松原浩選手を狙ってるだとかっていう噂が立ってるので、はい、はい、うん、どうやら左サイドバック左利きはちょっとね関心があるのかなっていう、はい、うん、ところで、まあ、僕自身もここは一人欲しいなって思ってるんですけど、はい、うん、はい、まあ、一人目松原浩選手は、はいはいはい、まあ、シントトロイデンで今あんまり出場機会がないんですよね。ああそうなんですね。うん、序盤こそ試合に出てたんですけど本当最近はもうベンチ外みたいなことも多くて、うん、はい、っていうところでやっぱ移籍になるのかなっていう感じですけど、やっぱあの浦和も狙ってるっていう情報がありましたけど、はいはいはい、やっぱ浦和もおそらく左利きの左サイドバックを候補にしてて、
はい、で大畑選手とか、ね、狙ってるじゃないですか。そうですね、はいはい、噂出てましたね、はい、っていうところでやっぱエスパルスも松原選手にはオファー出すのかなと思うんですけど、はい、うん、まあ、実際その今のエスパルスに松原選手入れたらどうなるかって考えた時に、はい、なんか僕としてはあんまりしっくりこないというか、はいはいはい、はい、実は結構やっぱ好きな選手で僕も、はい、うん、もうこの選手ね何がすごいってもうスタミナ、うんうんうん、もうチームで体力テストとかやるともうぶっちぎりで1位みたいな選手なんですよ。はい、でやっぱドリブルで剥がしてクロスを上げれる、はい、うん、っていうのとやっぱね強靭なメンタルがあって、うんうんうん、もう負けず嫌いだし、はい、体も強いしっていうので、はい、ね、もう一皮むければ日本代表もあるんじゃないかって言われてたんですけど、そうですね、はい、うん、まあなんかね、やっぱビルドアップのところとかはそこまでやっぱ器用な選手でもないんで、うんうん、うん、っていうところでなんかこうクロッサーでもないんですよね彼は。なるほど、うん、結構やっぱ抜き切る前にグラウンダーでクロス上げるシーンが多くて、はいはい、こうちょっと抜いてまあ、ふんわりしたクロスというかピンポイントクロスを上げるっていうのは少ないですよね。なるほど、はい、でやっぱ来季エスパルスにいるのはやっぱこうサイドで張ってピンポイントクロスを上げるだとか、はい、うんうんうん、うん、深い位置まで行ってファーまで上げるとか、はい、まあ、あとはビルドアップでこうボールを失わないとかっていう選手の方がどっちかっていうと欲しいかなっていう印象はあるので、はい、っていうところでいくと、まあ、コルテス選手に声かけるのもまあ分かるかなとは思うんですけど。なるほど、はい、うん、どうですか瀬尾君、コルテス選手は印象としてはやっぱもう技術は間違いないところはあって、うん、その中でもやっぱりチームのためにハードワークできるっていうのは、なるほどなるほど、新潟の試合とか見てても感じてましたね。うんうん、まあ、ただ年齢も年齢だし契約満了っていう、 うん、ね、うん、ところで本当に今どのぐらいできるのかっていうのは分かんないし、はいはい、まあセンターバックに外国人枠使うならちょっとこれはないかなっていう、うんうんうん、左サイドバックに使うってよりはちょっとフォワードに使った方がいいかなと思うので、はいはいはい、うん、っていうところで日本人にちょっとね、行ってほしいなと思うんですけど、まあ、可能性が低いところでいくと、まあ、鹿島の長戸選手とか、あ、なるほど、はい、まあ、浦和の山中選手とか、はいはいはい、まあ、その辺のタイプの選手が来てくれたらめちゃめちゃ助かる。そういうタイプか、なるほど、うん、まあ、ビルドアップに長けてて、はい、クロスうまくてっていうところで、うん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 、で山原選手はもうそれもできるんですよね。だから山原選手と、ね、まあ、こう競るというか、まあ、もしくは山原選手は中盤もできますんで、はい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 、っていうところで、はい、まあ、そういうプレーができる選手で、まあ、一番これちょっとあるんじゃないかなって思うのはガンバの黒川選手。やめてよ、はい、うちの黒川やめてよ、やめてよ、この選手ね、いい選手なんですよね。ね、あんまけどね、そのあんまそのガンバの試合を見ない人はね、あんま知らない選手じゃないですか、うん、多分。そうっすよね、うん、この選手ねやっぱ一時期ブリブリに試合出てましたけど、はいはい、やっぱ、まあ、一番印象に残ったのは川崎戦かな、はい、ね、一人だけ良かったみたいな、はい、もうね、そうですよね、はい、突破がいい、突破できるし、はい、うん、しっかりクロス上げきるし、はい、うん、やっぱビルドアップも上手いしっていうところで、うん、ボール受けた瞬間に中入ってって相手のプレスかわせるんですよね。そうですね、はい、はい、あ、うん、で山原選手もそれができたりとか、はいはい、うん、逆に言うと片山選手とかってそういうところでちょっと詰まってしまう時があるんですよね、中に入りすぎてっていうので、うん、はい、はい、なんでやっぱ黒川選手とかそういう適任が来た方がやっぱスムーズになると思うんですよね、はい、うん、
はい、なんでサイドバック原、片山、山原、黒川とかなったら結構ね、はい、いいかなと。なるほど、はい。まあ、そこにね奥井選手いてくれたらバックアップとしてはかなり安心ですけど、はい、うん、やっぱね人数をやっぱ整理はすると思うんでエスパルスも、はい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 、というところで放出になってしまう可能性はあるのかなっていう、はいはい、印象ですけど、まあ、補強ポイントとしてはセンターバック鈴木よしのり選手の相方と、はい、もう一人は、左サイドバック左利き、うん、っていうところですね。なるほど、はい、まあ、誰が来るかは分かんないですけど、ちょっと、はい、また動きがあったら動画撮っていきますんで、はい、はい、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。お願いします、はい、今日はこんなところで終わりにしましょう、はい、はい、エンディングです。はい、どうしました？なんかめっちゃ咳してますけど。いや、途中からめっちゃ我慢してました。ちょ涙出てきた。我慢して。偉いね。めっちゃ我慢してる。いや、楽しそうに喋ってたから邪魔せんとこうと思って。まあ別に編集で切れるけどね。いや、まあまあまあ。いや、はい、ちょっと我慢してました。はい。まあ、今回ね何人か、候補の選手挙げましたけど、はい、まあ、全然エスパルスって結構なんか知らん選手取ってくる節があるんで、はい、ブラジル人とかね、うん、それこそクビルクベリアとか、はい、いや来てほしいな、なんか話聞いてたら197って気になりますね、ついに、うん、ね、西澤選手のピンポイントコーナーで197の頭に合わせて、はい、ちょっと見てみたいですね。いいっすね、はい、けどあと僕普通にコロリ選手の左サイドバックとかもうないんかなとか、あーなるほど、ね、新体制なって使ってみたらみたいなのもあったりすると思うんで、うん、ちょっとそういうのも気になりますね、うん、確かにね、はい、コロリ選手本当にもともと左サイドバックで取るのかなって思ってましたからね。はいはいはい、そうですよね、うんうん、コソボ代表では左サイドバックらしいですし、はい、うん、確かにね、ちょっとオフシーズンぜひそこは試してみてほしいですよね、うん、そうですね、うん、ね、はい、まあそんなところで、まあ、エスパルスの話題は楽しいんで今後も、はい、いっぱい撮っていきますんで、はい、ぜひ、まあ、最初にも、ね、言ったけどツイッターをぜひ覗いてみてほしいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いいたします。お願いします。はい、ここまでのお相手は吉木社長と瀬尾と富士セクトでした。バイバーイ。